はい、では SK の和也によるフロントサイドテールの27アウト、今日は教えていきたいと思います。 Here we go。まずフロントサイドテールの27アウトについて軽く説明してみたいと思います。まあ、フロントテールはまずできなあかんのはもう必需よね。フロントテールかけてフェイキーアウト、これがもう最低限必要なものだよね。こっから結構ここまでできる人いると思うけども、こっからもう180回るにはどうすればいいのか今日教えていきたいと思います。まず27アウトするときってちょっとまくられる力を使ってやった方が俺はいいと思って、まあ肩開いたままかけた瞬間にこっちの肩はもう開いておく。でこっちの手でこうやって押さえながら最後にまくられる力使ってこっち側にグッと押す。で初めは難しいのよ、肩の動きとかギコギコになるから、まずテールスライドしてちょっとマニュアル気味にアウトするイメージ始めよう。で膠着地してこうやってめっちゃ初めはギョクなるんよ。それをだんだんテールをつくのを同時に両輪つくようになってドライブ入れるようになってくると、うまいこと綺麗な形の27になってくると思います。次はスタンスだね。スタンスは普通のテールスライドの時は普通のほんまほぼ多い、ちょっと親指出してるけどこんな感じなの。27の時はちょっとまくられる力をこっち側に回らなあかんから、かかったこの瞬間のスタンス、俺はこっちの方が大事だと思って、テールにかかった時は親指ができるだけ出して肩は開く、ほんまにこの状態。よく27やった人でぎこくて回らへん人いるんやけど、ここがちゃんとテールがかかとついてこうやってグーってやると結構回りづらい。ちょっとつま先、まあ、全部嘘やねんけどつま先立ちでこう耐える。で最後までこうやって乗り切るんじゃなくて、ちょっとテール下げとく、こうやってアウトの時に、で一気に回っちゃいます。これがテールの27アウトです。入るアングルやね。テールスライドフェイキーやってたら多分ついてると思うよ。で意識するのはカーブの上の姿勢をいかにきれいにできるか、ちゃんと膝曲げて吸収できるか。普通のフェイキーテールスライドやってたらそのままの流れでフェイキーアウトしてるようではまだ27アウトできる。ちゃんと狙ってフェイキーアウトするような感じで一気に持ってきた。